森の色も田中の小道をたどる人も河津の泣く音も鐘の音もさながら霞めるおぼろ月よ春風そよ吹く空を見れば憂鬱きかかりて匂い合わし皆さんこんにちは。急に変わっちゃったこんにちは、チャンティです。山梨県甲府市のシンガーソングライターです、チャンティです。今日も甲府市某所にて、配信ライブの収録を行っているところです。ですね、これは野竹くん、アナロギアの野竹くんの野竹チャンネルというところで、配信をされているということでですね、引き物語という私の朗読と音楽のというスタイルのものを中心に配信をさせていただいてます。今1曲目にですねお届けしましたのはおぼろ月夜という日本の唱歌のね、春のスタンダードというかそういう感じですが、今日はですね引き物語を来島武彦さんという明治7年生まれの方の作品を読ませていただこうと思うので、全体的にそのなんていうんですかね、来島さんは明治に生まれて大正昭和の30年まで、30年まで生きていた方なので、3つの時代をずっとね子供たちの教育のために、ずっと歩んでこられた方で、公園童話詩、公園童話詩、その書くんじゃなくてもう講演する、お話を口で伝えるって交渉するっていう公演童話詩っていうことをずっとされていた方なので、今日は歌も、オリジナルじゃなくて古い作品をお届けしようかなと思って、一番初めは大正3年に作られましたおぼろ月夜をお届けしましたということでですね、去年の野竹くんいるの実は影の今日ね、いるのね、いて手伝っていただくんですけどね、ほらはね、いるでしょということでね、今日は影の出演ということでね、活躍していただこうと思います。それではですね、よいしょ、このね、私がもともと引き物語を始めようと思ったのは、その古いだんだん消えていってしまいそうなお話をですね、音楽と一緒にコラボレーションして残していけないかなっていうことで、やろうかなと思って始めたのがきっかけなんですけど、でね、いろんな本を図書館に行ってね、今図書館行けなくてね、すごい残念というか、図書館の特に児童書のコーナーが大好きなので自動書のコーナーに、ね、行けなくてね、すごい寂しいんですけど、でその自動書のコーナーにね行ったりして、いろいろなお話をこう探したりしてて、この来島武彦さんもね、そんなたくさんは出てないんですよ、8冊ぐらいしか出てないんですけど、絵本がね、もうすっごいどのお話も全部とても平和的で柔らかくてとても素敵なお話なんです。なのでどれも好きなんですけど、今日お届けするのは海に光る壺という夏休みのお話かなを、お届けしたいと思います。お楽しみください。
光る壺。来島武彦。日本で戦争が終わった頃のお話です。日本には戦争で親を亡くした子供たちがたくさんいました。その子供たちはご飯を食べるために自分で働かなくてはなりませんでした。けんちゃんも靴磨きの仕事をしています。毎日駅前で友達と仲良く一生懸命働いています。けんちゃんたちの前にはいつもお客さんがたくさん並んでいます。けんちゃんにはおばさんがいます。海に囲まれた小さな島に住んでいて、いつか会いに行きたいと思っていました。それである夏のこと、友達に仕事を任せておばさんの家に行くことにしました。おばさんの家は海のすぐそばにあります。大好きなおばさんに会えて、けんちゃんは嬉しくてなりませんでした。けんちゃんは海も大好きです。ゆらゆらと漂う昆布やわかめ、その間をキラキラと色を変えて泳いでいく小さな魚。けんちゃんは毎朝海へ出かけて、美しい海の中をじーっと眺めていました。ある朝、けんちゃんがいつものように海へ行くと、岩の陰に誰かが座っています。裸のおじいさんのようにも見えますが、よく見ると腰の周りにわかめのようなものを巻きつけています。その時、海の向こうからお日様の光が照らし始めました。おじいさんの体がキラキラと銀色に輝いたのです。けんちゃんはびっくりして立ちすくみました。一体誰なんだろうと、けんちゃんは恐る恐る近づいてみました。来たな、健一。突然名前を言われて、またびっくり。あ、おじいさんは僕のことを知ってるんですか？ああ、知ってるよ。名前だけじゃないぞ。心の中まで知っておる。全部顔に書いてある。ははははははは。笑うおじいさんの目は、
青でもない、緑でもない。まるで深い海のような色をしています。目を見れば、その人間がどんな人間か、何を考えているか、すっかりわかる。お前は、真面目で真剣なところがいい。ケンちゃんは、ずいぶん前からこのおじいさんを知っているような気持ちになりました。そんなケンちゃんの気持ちが、おじいさんには分かったようです。お前は面白い子じゃ。よし、一ついいものを見せてやろう。さ、おいで。おじいさんはそう言うと、するすると滑るように海の中へ入っていきました。ケンちゃんもいつの間にか海の中を歩いています。きれいな魚の群れが通り抜けていきます。頭の上で大きなタコが悠々と泳いでいます。たくさんのクラゲがふわりと一列に並んで流れていくのも見えます。おじいさんはぐんぐん進んでいきます。その後をついていくと、やがて大きな岩穴の中に入っていきました。さあ、ここだ。あそこをごらん。見ると、色とりどりの玉の入った壺が並んでいます。一番上は透き通るような白い玉。そこから黄色、青、赤と降りていって、一番下には濁った薄黒い玉が入っています。これがなんだかわかるかね？お前も持ってるものだよ。え？こんな玉を？そうさ。この玉は人間の魂じゃ。なんと、このおじいさんは海で死んだ人たちの魂を拾い集めていたのです。ほれ。一番下の薄黒い玉は、人を騙してばかりいた魂じゃよ。生きていた時の本当の心が、玉の色に現れておるのだ。じゃあおじいさん、黄色のは？嘘つきの魂じゃ。青いのが臆病者の魂で、赤いのはわがままで怒りっぽいものの魂。そして一番上の白い玉の壺を取り出して言いました。これは正直で心が強くて正しい行いをしたものの魂じゃ。お前の魂もこれくらいにきれいだろう。大事にすることじゃな。ケンちゃんはふと靴磨きの仲間を思い出して言いました。おじいさん、この白い玉を一つ分けてくれませんか？ん？どうしようというのじゃ。時々嘘をつく友達がいるんです。その子にこの白い玉を飲ませてあげたら。バカ者！
お前は靴磨きじゃろ。魂も靴と同じで磨かなければ光らないのだ。綺麗な魂を飲んだところで光るものではない。おじいさんはそう言って、白い玉の入った壺を棚に戻しました。その時、壺が傾いてポロポロと二つ三つ玉がこぼれ落ちました。しかし、おじいさんは気づいていません。背中を向けて岩穴の出口へと歩いていきます。白い玉が欲しくてたまらないケンちゃんは素早くその一つを拾ってポケットに押し込みました。何をしておる。振り向いたおじいさんと目が合いました。その瞬間、ケンちゃんはゾーッとしてガタガタ震え出しました。いや、黄色いぞ。いや、汚い。薄黒い目になっておる。お前、盗んだな。おじいさんは大きな手をケンちゃんのポケットに突っ込んで白い玉を取り出すと、と大きな掛け声とともにケンちゃんの体を投げ飛ばしました。それからどうなったのか、ケンちゃんは何も覚えていません。遠くで呼ぶ声がして目を開けると、ケンちゃんは海辺でおばさんの膝に抱かれていました。お医者さんやら警察の人やらたくさんの人たちに囲まれています。ケンちゃんが朝ごはんを食べに帰ってこないので、おばさんが心配して探しに来てみると、ここで倒れていたようです。村の人たちはしくしくと泣き始めたケンちゃんを見て、ああ、よかったよかった。もう大丈夫だよ。と言いながら帰っていきました。ケンちゃんは靴磨きの仕事に戻りました。海の中での出来事は誰にも話していません。そして今日も駅前に座って靴磨きをしています。靴も魂も磨けば光る。と、あの時のおじいさんに教えられた言葉を胸に、ケンちゃんは一段と元気よく、一生懸命働いています。歌も楽しいや、東京きっと
きれおしゃれてほがらかで右のポッケにゃ夢がある左のポッケにゃチューインガム空を見たけりゃビルの屋根ありがとうございました。影の人野竹ひろなりさんね、今日ね、そうなんです、野竹ちゃんいるけど一人で MC とかもねしてる感じなので、喋る？コソコソコソいた、はい、あのですね、ね今日は、はい、どんな感じですかね。今日は僕ちょっとオフモードなんで。そうですね、画面には登場しません、うん、声だけね、声だけの人です。声と演奏だけね、はいはい、いる感じです、ね、バイオリンもねちょっとだいぶ控えめにあの、うん、だってなんかすごい遠くに多分いると思うんですよバイオリン。あ、今日ね、はい、そうですね、そうもうずっとね、はい、月夜と眼鏡もね、はい、いたしね、はい、長靴を履いた猫とね、はい、あと北風のくれたテーブル掛け、だいぶ飛ばしたんで、ね、そうですね、はい、だいぶあの活躍をしましてですね、でもあのもうこれでだってね何作品もやっていただいて、はいはい、まだあの配信はしてないですけど、あのアリババと40人の盗賊のね、はいはい、あの1時間ぐらいのバージョンをあの弾いていただいたんでね、はい、どうですかね引き物語とか。いや、やればやるほどやればやるほど読み方とかがね磨かれてきますね、うん、僕らが出演者の方がだんだん、ね、成長していくというか。そうですね、自分でこうほらなんていうの、本番をね、今日もまあ本番をね、はい、これ収録させていただいてるんですけど、本番をやり終わると、あれはああじゃなくてこうだったみたいなのを、うんうん、いつも気がついちゃうっていう。そうですね、満足いくことはないですね。そうですね、またまあ毎回いいなと思うんですけどね、うん、あれやればよかったなっていうのはたくさんありますね。そう、もうちょっとこういうニュアンスだったなとか、なんかそういうのがね出てきちゃうのね。はいはいはい、ね、だから渾身のっていう感じでやってるんだけどなかなかねこう満足がいく感じに、はい、まあ演奏とかもね同じですけどね、はいはいはい、はい、ね、渾身のっていつもこう渾身のってやってるんですけど、うん、ね、まあ、あんまり力を入れすぎるとまた失敗しちゃうとかもあるから、うん、リラックスを程よくこうね、何でもそうですけどね、力入ってるとねうまくいかないとかあるから、何でもちょっとこうリラックスはしながら渾身の込めてやっては見てるんですけどね、はい、でもよくできますね、演奏もして読んで。だって普通ね、バイオリニストとかピアニストだったら、うん、演奏一点にやっぱ集中じゃないですか、集中力の持っていくところが、ね、そうかもね。それを台本を読むっていう目の集中力と、うん、あと役を変える、その役を変える役の集中力と、うんうん、でもそんなこと言ってられん、演奏もしなきゃいけない演奏の集中力と、うん、で喋る集中力とね、うん、慣れるもんですかそういうのって。慣れるもんだと思いますよ。ああ、
わからないですけどね。あんまりこう、まあでも弾き語りしてる、まあ、メロディーないけど、はいはい、あ、そっか、弾き語りしてるから、まあ、ちょっとそのメロディーがなくて喋ってるっていうテンポ感は違うけどね、うんうん、リズムに乗せてないから、うんうん、あれですけど、うん、そっか、うん、そうか、シンガーソングライターとかの人はね、もう常に2つ以上の集中力使ってるから。そうですね、歌詞の内容もあれだしね、うん、そうか、内容もだしメロディーもだし歌も歌って弾いてるしっていうのだから、割とこういろんなところが動かしながら言ってるんじゃないですかね。ああ、さすがです。やっぱきっと僕なんかもともとはクラシック出身なんで、うんうん、もうバイオリンを弾くっていうことだけに集中するっていうところでずっと生きてきたから、うんうん、クラシックってそういうものですね。そう、そうですね、そういうあのもう昔のものを継承していくっていう、うん、これっていうさ、集中していくっていう、うん、凄まじい集中力を ね、一箇所に集める。そうです、そういうクラシックっていうのはそういうものだからね、はい、余計なことを言うとこうね、雰囲気でさ、はい、なんかこう乱しちゃいけないじゃん。なんかそうですね、ね、うん、なんかねと思うよね、うん、もうこうですっていうのをさちゃんと継承していくっていうあの役割だからさ。そうですね、ね、それの良さもねあるんですけどね。そうなんですよ、結構厳しい世界でしたよ、うん、本当本当ね。そう思う、そう思いますよ、はい、そう思います、うんうん、はい、本当に私はあのクラシック出身じゃないから、クラシックを やるってなった時、習いに行くってなった時に、はい、もうなんとって感じ、もうここにこうなんかこうぐるぐる巻きにされて、なんとっていうか、なんかこういう感じ、うん、でなんかあの自由には弾けないっていうさ、弾き方とかもあるじゃない、うん、音の出し方とかさ、うん、あるじゃない。だから違うっつって言われて、うわーってなってた。それは長靴の猫の真似ですか。猫の真似。でもそういう感じ、もう長靴猫がね、こうなんか驚かされたみたいな、驚かされた、こんな感じでこう違いますって言われるたびにダーってなってた、本当に。はい、そんなチャンティさんに今日は2回目は手のドアップを取らせていただいた。困るねこれ。そうなんですよ、だからね、はい、あのあれなんですね、まあ、クラシックっていうのはやっぱそういうものだからさ、うん、こうフォームとかもね、そうですね、こうあるんですよね、ちゃんとね、はい、いやでもね、それを経た美しさがクラシックはありますけど、でもやっぱこれはこの引き物語のチャンティさんの集中力は凄まじいですよ、もう、うん、まあ、ちょっとなんかね、ジャンル違いみたいなね、うん、その集中の全然引けを取らないですね、度合いがね、あれですけどね、ちっちゃこっちっちゃしてますから。ちっちゃこっちっちゃね。、はい、あっちっちゃこっちっちゃでね、そうなんですよ。もともとはね、一人でやり始めたけどね、最近はこういろいろなミュージシャンの方に参加していただいて、さセリフをやっていただいて、はい、あのおー、そんなところに才能がっていうね、才能開花なあの場面に出くわして、とても楽しくやらせていただいてますけど。そうですね、はい、はい、なのでまたこのあとね、続々と、はい、あのシンガーソングライターの方との、はい、コラボレーションの引き物語を配信してまいりたいと思っています。誰が出てくるかな、お楽しみに、お楽しみに。でね、あのぜひあのキングラッドのこともね、でこの、はい、あのまあ、元々の引き物語っていう言葉が始まったのは、川口コミューズ館の耳で聞く物語のシリーズからなんですけど、それを毎年、担当させていただいてて、でそれを見てくださったキングラッドというライブハウスのね、甲府 の、 あの萩さん、マスターの萩さんが、もううちの店でもやってくれって言ってくださって、でそのシリーズが始まったとこだったんです、2月22日に。そうそうそう、ね、そうそうそう、猫の日、にゃんにゃんにゃんの日に始まったところでライブが自粛になってしまったので、はい、ちょっとねお休みっていう感じで、まあ、6月一応ね予定みたいには入れてあるんだけど、うんうんうん、でそこはやりたいなーってできればって言ってたけど、まあ、ちょっと様子を見ながらじゃんと ね、 ねまだわからないの で、うん、でそれこのお休みの期間に、まあ、その、 あの、ね、引き物語をあの収録して配信してみようじゃないかということでですね、はいはい、あの配信をしておりますので、はい、あのライブできるようになったらぜひ生で再演を、はい、そうね、していこうと思います、キングラッドで、はい、なのでぜひお出かけください、はい、よろしくお願いします。違うのよね、収録したやつ、多分原稿は一緒なんだけど、う、うん、違うものに、違う、ね、違うなっていると思うので、ぜひいらしてください、はい、
よろしくお願いします。はい、ということでですね、今日ははい、じゃあ天の声はこの辺でおさらばいたします。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました、はい、野武さんでした。はい、パチ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 。それではですね、この来島武彦さんにちなんでですね、来島さん明治7年生まれでしょ、86歳まで生きた方なんですけど、あれなのよ、だから公園童話師だからライブなんですよ。本当にこう広場で子供たちを集めて童話をこう何読むっていうね、まあ朗読というか読むっていう、それをすごい公園をあちこち全国歩いてた方で、86歳までやってたんだって。それをすごい、本当にすごいと思います。で86歳までやられて、で86歳の時にそう公演もやったんですけど、その年にお亡くなりになったっていうことで、でちょうどなんかね、二十歳の時に日清戦争が起きて、30歳で日露戦争が起きて、で戦争も行って何帰ってきたっていう、そういうね、で子供たちのその教育をやったっていう方なので、まあでもずっと現役、そういうこうなんか死難を乗り越えてきて、戦争あったけど兵隊さんで行ったけど帰ってきて、また行って帰ってきて、でずっとライブして、で元気なうちライブして、ちょっとしたところでスパンって旅立つっていう、そのずっとなんか自分のことをしっかりやってきたっていうのは素晴らしいなと思っていてですね、ぜひそういう風に生きていきたいもんだなと思っております。で私は歌を作ったりしてるんですけど、やっぱり歌を作る人とか音楽作る人は長く自分の作品が残ったら嬉しいなってきっと思うと思うので、そういう意味ではね、大正時代のね唱歌とかね、本当いい歌、まだ今までずっと残ってる歌がいっぱいあるので、その、歌を、お紹介したいと思います。今日最後に大正9年生まれに作られました叱られてという曲でお別れしたいと思います。チャンティでした。どうもありがとうございました。皆さん元気でいてください。叱られて叱られて、二人のお里